始まりました。今日は秋の特徴をお伝えします。秋に最も気をつけなければならないのは乾燥です。冷たく乾燥した空気にさらされていると皮膚や髪はかさつき、口や鼻の粘膜が乾いたり、鼻から吸い込んだ空気によって肺自体も乾燥するので、咳や喘息といった呼吸器系の不調を起こしやすくなります。さらに皮膚の乾燥は腸にも影響するので、便が乾燥してコロコロしたり便秘がちになりやすくなります。便秘がちになるとお肌にもいろいろとトラブルが起きてきますので、乾燥に注意して秋も元気に過ごしていきましょう。